ロニ・ケイ・アンダーソンはアメリカ合衆国の女優。1978年から1982年にかけて4年間放映されたテレビドラマカットビ放送局 WKRP のジェニファー・マーロー役で知られる。ミネソタ州セントポールで環境科学者の父クレードン・カール、アンディ・アンダーソンとモデルの母マクシーン・ヘイゼルの娘として生まれ、同州郊外のローズビルで成長した。 1963年、ローズビルのアレキサンダー・ラム・ジュイ・シニア・ハイスクールの最上級生の時にバレンタイン・デー・ウィンター・フォーマルのクイーンに選ばれた。高校卒業後、ミネソタ大学ツインシティ校に通った。彼女の自助伝、マイ・ライフ・イ・ウン・ハイ・ヒールズによれば、父親は当初、レイ・ロニと名付けようと考えていたが、10代になった時に、レイ・ラニーと曲解されかねないと気づき、 単に、ロニと変えた。1992年のアンダーソン銀幕デビューは1966年のスティーブ・マック・イーンが主演した映画、ネバダ・スミスである。その後は1970年代中頃から、テレビ番組にゲスト出演するようになるまで、女優としては約10年間に及ぶ空白期間が続いた。1975年に、 特別狙撃隊、スワットの2つのエピソード、シットコム、フィリスの1エピソードに出演。最大の当たり役は、CBS のシットコム、カットビ放送局、WKRP の官能的な受付場、ジェニーハー・マーローである。番組プロデューサーはアンダーソンが赤いビキに起きて、1976年の、ファラフォーセットの有名なピンナップを模したポーズを、撮っているポスターを見てこの役に抜擢した。 制作者のヒュー・ウィルソンは、アンダーソンが、ジェーン・マンスフィールドの肉体とマリリン・モンローの無くな、セックスアピールを兼ね備えていたので、この役を射止めたと明かした。4年間を通して、ニールセンの視聴率調査では振るわなかったが、ティーン・エージャー、ヤング・アダルト、ディスク・ジョッキーの間に根強い支持者がいた。番組の、いわゆる、目玉としての人気が高まり、1980年夏の、 シリーズ中断期間にアンダーソンは、シットコム出演を拒否し、相当額のギャラアップを要求した。中断期間の契約再交渉中に、CBS のテレビ映画、愛しのジェーン・マンスフィールドで主役の、ブロンド脳殺美人ジェーン・マンスフィールドを演じた。CBS が彼女の要請を受け入れると、アンダーソンは、WKRP に戻り1982年の、 番組打ち切りまで出演を続けた。WKRP は各国に番組販売され長く人気を保った。女優としての実績以外にも華やかな私生活、特に俳優のバートレイノルズとの交際、結婚が注目を集めた。二人は評価も興行成績も不守備に終わった1983年のコメディ映画ストローカーエースで共演した。 1984年、スティーブ・マーティン主演のロマンチックコメディー、スティーブ・マーティンのロンリー外に自分自身として出演。1989年、アニメ映画、天国から来たワンチャンで、ラフコリーのフローの声を演じた。1980年代には、アンダーソンの経歴に徐々に、陰りが見えていった。1984年、国評されたテレビシリーズ、 パートナーズ・イン・クライムで、ワンダー・ウーマン女優、リンダ・カーターと共演。古典的ハリウッド映画をテレビ映画としてリメイクした、3人の妻への手紙や、私は殺されるのテレビ向けリメイクに出演したが、どちらもほとんど注目されなかった。1990年、映画、コインズ・イン・ザ・ファウンテンに出演後、1991年のテレビ映画、ホワイト・ホット・ザ・ミステリアス・マーダー・オブ。 テルマトットにおける喜劇女優、セルマトットの人物描写は少なからぬ賞賛を受けた。1990年代初め、CBS の新作コメディ、イブニングシェードで、夫のバートレーノルズと共演しようとしたが、CBS 側は難色を示し、アンダーソンの代わりに、マリル・ヘナーを配した。1991年、CBS の浮気なオシャレミリから、 デルタ・バークが解雇された公認として、制作者はアンダーソンに、バークの役を提供したがギャラが折り合わずに、実現しなかった。しかし、カット日放送局、WKRP 新シリーズの2つのエピソードに、ジェニファー・マーローとして復帰することには同意した。1993年、NBC のシットコム、ナーシズの第3シーズンに、病院管理者のケイシー・マカフィー役で出演。 番組の手こ入れのための出演であったが、シリーズは間もなく打ち切りとなった。その後はサブリナ、VIP などの人気テレビドラマにゲスト出演し、また1998年には映画ロックスベリーナイトフィーバーに出演した。アンダーソンは4回結婚した。ブルース・ハッセルバーグ、ロスビッケル、俳優で共演者でもあったバートレイノルズ。2008年5月17日。 ブラザースフォアの創立メンバーの一人である、ボブ・フリックと結婚。二人は1960年に、フリックのグループの曲、グリーンフィールズが、ポップチャート2位に入った、数年後に、アンダーソンの故郷セントポールでの映画プレミアで出会った。式典には、友人と家族が参加した。彼女には二人の子供がいる。最初の結婚で生まれた娘、ディードラ・ホフマンは、 カリフォルニアの学校経営者である、バート・レイノルズとの間には、息子、クイントン・アンダーソン・レイノルズが生まれた。1997年、自助伝、マイ・ライフ・イ・ウン・ハイ・ヒールズを表した。喫煙者で、慢性閉塞性肺疾患に侵された両親と共に、育ったアンダーソンは、国立呼吸器健康教育プログラムキャンペーンを呼び、COPD と介護者支援の認識を広める、 キャプドタゲザーのスポークスウーマンとなった。アンダーソンはルター派として育った。ありがとうございます。